お疲れ様です。ここにペットボトルの水があるんですよ。で、喉が渇くじゃないですか。これ水があるじゃないですか。飲めば死なずに済みます。渇きが癒されますよね。多分ネットで成功したいと思ってる人、成功の条件知ってるんですよ。ちょうど喉が渇いたらこれをあげてね、水を飲めば生き延びれるっていう風にね。でも見てるだけなんですよね。ずっとネットで成功しない人はずっと見てるだけ、見てるだけ、見てるだけ。その水飲んだら死なずに済むよ。分かってる、分かってるけど忙しくって飲めないんだ。そのうちに死ぬと。そんな違いなんじゃないかなと思いますけどね。うん。未だにみんなの銀行やってない人いますからね。やったにしても1万円もかけずに辞めちゃった人いるんですよ。まさに蓋を開けて一口水を飲んだ、喉が渇いたらまた水飲もうかなと思いながらずっと飲んでないというね。そんなことじゃないかなと思います。